い、五条文化博物館に行きましたけどね、暑い中今日やってるかね。あ、五条文化博物館の駐車場があるんですよ、ここに。全然違うところだけど、5万人の森の方に止めたって。ありました。お前そこ入り口あんねや、分からんのか。はい、ここから企画展開最中やってたな。これどうしようか、あれでいいか、エレベーターでやろうか。もうくたくたやし。いきなり3回これ。上がってんのしちゃった。はい、3回でございます。高っ。足がすくむほど高いね。ほんま3回これ。3回というよりも、これ、この高さやで、下見るとね。ああ、途中からやからか。ものすごく高いですわ。怖っ。で、こっちは何ですか？こちらは、常設展示をしています。はい。はい、どんなの展示してるんですか？はい、五条新国宝の A さんについてのことや、で、五条で見つかった土器とか、あと中世からの文書とか、伝わっている祭りとか。横には 5万人の森があるんで、よく来るんやけどね、そこ横に泊まるんだけど。なんか入り口が、入りそうな感じやな。お、ここやな。ここに何かありますか？五条の歴史、年代。1万年、6000年、5000年、4000年、3000年、弥生時代。お金、大げ金やね。これは、これはどこや。杉の山古墳、あ、これ見たな、杉の山古墳も。よう見てるな。よく見てますわね。鉄拳、これどこでいたの。今一五分、今一五分で見てないな。五条も河原生産地だったよね。河原が。河原がね、で、これね。こう、金も出てきた、お金も。これは食器やね、これ。南朝時代やから、まだ。あ、これは叡山寺ね。叡山寺の横。これは叡山寺ね。なんかこんな建物どっかちらっと見れるんやな、あれ。仮面や。これはちょっと面白い建物やな。いやー、わからんな、この地図、どんな地図か。ちょっとわからんな、今。